プレイステーションプレイステーション4プレイステーション4はソニーコンピュータエンタテインメントが2013年11月15日に発売した家庭用ゲーム機。2016年11月10日には4、軽解像度などに対応したハイエンドモデルとしてプレイステーション4プロが発売された。e 三二千十三に展示された p s 四の本体プレイステーション三の次世代機となる。 第8世代に属する家庭用ゲーム機である。2013年2月20日にニューヨークで行われたイベントプレイステーションミーティング2013にて発表された。その後、米国とカナダで同年11月15日より先行発売され、発売24時間で100万台以上を販売した。日本では約3ヶ月後の2014年2月22日より、 発売されている。ネットワーク機能を強化しており、プレイ動画を公開したり、フレンド間でゲームプレイ中継を行うといったシェア機能やリモートプレイを搭載し、スリープ状退治のアップデータやゲームデータの自動ダウンロードにシステムレベルで対応する。PlayStation 3と比較して、PC のアーキテクチャに近く、メモリも潤沢に用意されたため、ソフト開発が容易になり、 サードパーティー参入のハードルが下がっている。PS3 で別売りだったヘッドセットはすべての PS4 に標準で同梱される。互換性については PS1、PS3 PS 互換を取ることはない。本体が初披露された E32013 でのショーケース PS4 が最初に発表された2013年2月の PlayStationMeeting2013 で コントローラのデザインについては公開されていたが、本体のデザインは未公開であった。同年6月10日、アメリカ・ロサンゼルスで開催された、エレクトロニックエンターテイメント・エキスポノス・プレスカンファレンスにて、クマイ・トールのデザインによる、平行四辺形型の PS4 本体を初披露した。さらに価格についても399ベードル、399ユーロ、349ポンドで、 あることが発表され、同日発表された Xbox One の価格より、米国価格で100ドル安いことが、大きな衝撃を持って迎えられた。なお、日本国内での価格、発売日は2013年9月9日に行われた、死者、プレスコンファレンス2013で発表された。日本国内での発売は、2013年11月の、 北米リリースから約3ヶ月遅れの2014年2月となり、スにとっては日本で最初にローンチされない初のフラグシップハードウェアとなった。このほか同プレスカンファレンスでは中古ソフトの規制などは行わず、ディスク版ソフトにおけるオフラインプレイでのネット認証なし、原則としてリージョンフリーであることも発表された。PlayStation 4の設計にあたっては、 ゲーム開発機と同じ一般的な PC の構造を踏襲しつつ、ゲーム開発者の力を活かすことが最優先とされた。特に従来の傾向からすれば、ゲーム機としては破格の 8GB も確保されたメモリの容量は開発者から好評であり、CPU 用で 256MB、GPU 用で 256MB しか確保されなかった PS3 と比較して、 非常に開発しやすい環境に変わった。メモリスワップによる動作のもたつき発生を防ぐため、PlayStation 4でも仮想メモリは使用できないような制約がかけられている。ユニファイドメモリの採用により、GPU と CPU の取り扱うメモリ空間を共通化し高速なプログラムの開発を容易にした。メインプロセッサには、 すでに PC 向けに大量生産されている AMD の X86 から64アーキテクチャ CPU のカスタム品が用いられている。技術の進歩によりゲーム専用 CPU を開発する優位性がなくなったためである。この点については PS の CPU GTE、PS2 のエモーションエンジン、PS3 のセルブロードバンドエンジンと 開発の容易さよりもピーク性能を重視して独自開発を行ってきた過去の流れから大きく変わった点と言える。CPU と OS はゲーム用と非ゲーム用のシステムが複数稼働しており、スリープ中でもサイド CPU がソフトウェアのアップデート等の最低限の通信を行ったり、ゲーム中に配信用の動画をエンコード可能であるなど先進的な機能が盛り込まれている。 コントローラーにはシェアボタンが搭載されゲームの模様を録画配信などの操作を簡便に行える SNS 時代に即した新機能を搭載したメインプロセッサーには AMD 製の PS4 専用にカスタマイズされた APU を搭載し CPU には64ビットのカスタム j a g ー2機 GPU には 1.84TF の 単精度不動小数点演算性能を持つ、レ a ディオンのカスタム品が採用されている。TSMC の28ナノメートルプロセス生産ラインで製造されている。この APU は AMD が開発中のグップグップ支援技術発作に対応しており、CPU と GPU に統一されたアドレス空間が提供され、それぞれが相互のメモリー使用領域へ直接アクセスできる不満。 対応になっている。スパートシャーゲード PC アーキテクチャーコンセプトにおける、スパートシャーゲード、つまり PC 仕様を超える独自強化の部分についてプレイステーション4のリードアーキテクトであるマーク・サーニーは非常に多くの点があるが代表的なのものは4つあると語っている。以上の代表的な4点はすべてメインプロセッサー関係である。 CPU-CPU CPU には X86 から64命令セットを持つ低消費電力かつ低発熱な4コア、j a g ーを2機搭載しており、各 CPU はそれぞれが持つ 2MB の L2 キャッシュを4つのコアで共有する。各コアは命令キャッシュ 32KB 及びデータキャッシュ 32KB の L1 キャッシュを持っており、全体では 512KB となる。ジャガーは AMD の一般に出荷される製品における全世代となるボブキャッツからパフォーマンスを向上させたものでゲーム機において特に重要となる不動小数点の演算性能については深度不動小数点演算ユニットが旧来の64ビット幅から128ビット幅となり性能の倍増が図られている GPU-GPU のコアは GCN 系アーキテクチャで 搭載する18個の CU は、それぞれ16レーンの深度演算ユニットを4個持つ。動作クロックは 800MHz であり、計1五5 2個のセキュアサ3ユニットを持つことから、単精度不動小数点の演算性能は1.84、トフラップスとなる。PS3 の RSX は、ダークテックス9世代の拡張アーキテクチャを採用していたが、 本期では2世代進んだダークテックス11世代となる。グラフィックスパイプラインには、プリミティブの増減、出現、消失を GPU 単体で行えるようになる、ジオメトリシェーダー、プリミティブの分割、増減、変異をプログラマブルに行えるテッセレーションステージが加えられており、命令セットや機能も多く追加された。RSX のベースとなった、 G7-0 まで分かれていたピクセルシェーダーやバーテックスシェーダーは統合されユニファイドシェーダー構成となっている。GPU に関しては AMD の基本設計に対しすが多くのカスタマイズを施している。工実するグップグップルと純粋なグラフィック処理を混在できるような GPU 制御やそれに合わせたグップグップル用のタスク制御機能の拡充などが行われた。 提供される API は PS3 や p s t a 向けに提供されているものと同様の形態となり、抽象化レイヤーのないローレベルなものとなる。これはよりパフォーマンスを追求するためであり、オパングルなどに慣れ親しんだ開発者向けに別途、オーバーヘッドの少ないラッパー API と、そのソースコードも提供される。グップグップ本機では GPU で、 グラフィック処理以外の汎用演算処理を行うグップグップーが特に重視されている。GPU はその特性から単純な演算の繰り返しに長けており、不動小数点演算においては、本機の GPU は CPU に対して11.5倍も高速に処理を行うことができ、物理演算などを担わせれば高い性能を発揮することができる。 PS3 のセルに搭載された SPU コアも振動、不動小数点演算を得意としていたが、本機ではこれをグップグップによって担わせている。グップグップは GPU でグラフィック処理と汎用演算の双方を行うものであるが、グラフィック描画処理を実行する中で適宜余った性能を汎用演算に振り分けるということは難しく、そのためグラフィック処理を抑え汎用演算のために、 性能を余剰させなければならないこと、加えて特に NVIDIA の GPU では、グラフィック処理と汎用演算で、内部メモリーの扱い方が異なるため、その都度モードを切り替える必要があり、双方を同時に実行できないことなどが問題点だった。そこで本機では、PS3 で活用された SPARS を参考に、グラフィック処理と汎用演算を効率よく、 同時に行うことができるようカスタマイズが施されているとされる。その例として GPU コアから L1、L2 キャッシュをバイパスし1 0イト s の帯域幅で直接メインメモリーを読み書きできるようになっていること、L2 キャッシュに新たにボラタイルタグが設けられメインメモリーに直接書き込むデータを区別できるようにされており、結果として GPU のキャッシュメモリーをすべてグラフィック処理用に効率よく割くことができるようになっていることなどが挙げられている。これらによりグップグップを CPU のような感覚で容易に行うことができるとされている。グップグップを支援するものとして前述の発作などがあるが、このようなアーキテクチャに基づいた統一的なプログラミング言語および API を利用した場合は、 開発が要因になる反面処理効率を高めることが難しくなることから、スはまず独自の最適化技術を用いた独自、シェーダーを提供する。またそれに続いてより深いレベルでのハードウェアアクセス、中期段階として、オパングルやダークテックスなどの汎用 API 対応を呼び、完全なハードウェアアクセスも提供していくとした上で、長期的には開発を容易にするため、 CPU と GPU で同じプログラミング言語を使えるようにすることが目標とされている。オーディオ DSP、オーディオ DSP に AMD、トルーウディオテクノロジーが採用されている。メモリ周りのアーキテクチャは PC と比べて特殊な構造になっている。メインメモリはこれまでもっぱらビデオカード用のベレムなどに用いられてきた高帯域な GDDR5 を 8GB 搭載する。このメモリ拡充により、従来ソニー製ゲーム機で問題視されてきたメモリ容量の少なさは解消された。対域幅は 176GBS であり、PS2 に搭載されていたベレムの 48GBS を超えることとなったほか、PS3 に搭載されていた XDRD RAM の 25.6GB、 S, S と比較しても約7倍もの転送速度を誇る。ハム用の DDR3 では1 9 2ビットインターフェースで、ようやく 40GB、S に届くとしており、シェンはその帯域幅の広さを強調している。開発初期は 8GB ではなかったものの、メーカーサイドのクリエイターの意見を反映して、コストがかかるものの 8GB を実現している。PS3 ではシステム用、 グラフィック用にそれぞれ別のメモリーが搭載されていたが、本機では CPU と GPU が統合された APU 直結となるので、用途別にメモリー接続バスを開ける必要がなく、共有となった。また発射の不満対応により、メモリーマップが統一されたため GPU に処理を渡すためのデータをつど、ベレムに転送する必要がなくなり、そのために生じていた。 ボトルネックが解消されている。メモリーは256ビットバスで APU に接続されている。メモリーには16個の 4G ビットチップ、または8個の 8G ビットチップを搭載し、帯域幅から256ビットインターフェース、5.5GT、S の転送量を持つと見られている。セカンダリープロセッサーには、メインプロセッサー用のメモリーとは別に 32MB の ファームウェアと 256MB の専用メモリが接続されており、メインプロセッサー用のファームウェアのロード、ゲームのサスペンドやレジューム、ネットワークのトラフィックコントロールをするなど、I、応制御用のサブシステムとなっている。このセカンダリープロセッサーにより、バックグラウンドでのアップロードダウンロード処理など、ストレージアクセスとダウンロードプロセスはすべてこのチップにより担われており、 常に電源が供給され本体の電源が切られている間も常時ダウンロードを継続するとされる。このチップはメイン CPU に比べて小電力であり大きな電力を消費するメイン CPU をダウンロードのためだけに待機中動作させ続ける必要がなくなっている。PS4 には動画の共有などに使用するためのハードウェアエンコーダー、デコーダーも搭載されている。 これは単独で搭載されていて APU やセカンダリープロセッサーから処理の委託を受ける。動画のエンコードデコードのほかゲーム内の音声を再生するための圧縮音源デコード、オーディオチャットなどにも使用できる。この機能搭載によってリアルタイムのゲーム画面録画やゲームプレイリアルタイム中継等のエンコードデコードにおいても CPU、メインメモリー、 帯域を一切使用しないと説明されている。このビデオ圧縮用のハードウェアを用いることで、PlayStation Vita を用いたリモートプレイをほとんどオーバーヘッドなく行える。ローカルストレージとして、全モデルにハードディスクドライブを搭載していて、初期モデルは 500GB である。か -1200BB01 は 1TB を搭載する。内蔵 HDD は、 PS3 同様に交換可能である。HDD 格納場所は横置きにした場合の BD ドライブの上にあたる。本体を縦置きにした場合の上半分のパネルが取り外し可能になっており、そこに取り付けられている。対応ドライブは2.5インチ 5400rpm シリアル ATA2 インターフェース 160GB 以上の容量かつ 9.5mm までの厚さに対応。160GB 以上である理由は、セットアップ時の初期状態で 92GB 以上の領域をデフォルトでシステムが確保するためで、デフォルト構成のアプリケーションが使用する作業域を確保したり、ファームウェアのアップデート用のデータを格納したりするには、最低でも 160GB 以上の容量が、 必要であるためである。そのため、初期出荷モデルが標準で 500GB の HDD を内蔵していても、空き容量はセットアップ時に 408GB 程度になっている。USB 3.0端子による記憶領域の外部増設についてはシステムソフトバージョン4.50にてサポートされた。認識できる容量は 250GB 以上かつ 8TB。 までで USB 3.0以上に対応した外付けストレージを利用することができる。外部ストレージに移動できるのはデータのみで OS といったシステム領域は内蔵ストレージのみでしか扱えない。内蔵 HDD インターフェースであるシリアル ATA2 の最大データ転送速度は 300MB、SUSB 3.0の最大データ転送速度は 500MB、 S, S で、理論上は、外付けの方が高速だが、実際のゲームでの計測結果では、高速なストレージである SSD を使用する際の、ロード時間短縮を内蔵 HDD との交換と、外付けで比較した場合、ほぼ同じか内蔵 HDD 交換の方が、高速化される傾向にあった。PS4 本体の起動や終了、スリープ及び復帰といったシステム自体の速度向上に、 関しては内蔵ストレージ交換のみのメリットである。工述の PS4 Pro に関しては内蔵 HDD インターフェースがシリアル ATA3 であるため通常型 PS4 以上に高速化が可能である。PS4 のユーザーインターフェースは PlayStation Dynamic Menu と呼ばれている。OS には o r b i s o s と呼ばれるフリーブスの9.0ベースの OS が用いられており、 PS ビータ同様にマルチタスクに対応する。PS ストアからゲームをダウンロードする際に、段階的にインストールをすることで完全にダウンロードが終了する。前からそのゲームの一部機能が実行できるインスタントプレイ機能があり、シェーンはプラゴと故障している。ゲームソフト再生においては、地域判定せずにリージョンフリーの扱いをしているが、公式サイトの FAQ によれば、 各ソフトウェア会社の判断でリージョンロックがかけられる場合があることが示唆されている。スは各地域の安全規格や動作保障の観点から居住地域で販売されている PS4 本体やゲームソフトの購入を推奨している。また、海外版本体を国内で使用した場合はサポートの対象外となる。PS4 は PS3 同様にマルチユーザーに対応していて、 一台に対して複数アカウントを設定可能で使用者を切り替えることができる。さらに PS4 ではマルチユーザーに加えてマルチアカウントで最大4人まで同時サインインが可能 PS4 がある場所に集うローカルでの対戦で PSN アカウントを持ち寄った対戦が可能になった。機能追加やセキュリティ強化、不具合修正のため最新のバージョンに更新することが推奨されている。 自動的に更新データをダウンロードする機能は、PlayStation Plus が提供するサービスであるが、PS4 の場合は、さらにインストールまで自動的に行う機能も追加された上で、全ユーザーが利用可能となった。ただし、スタンバイモードでの定期チェック及び自動ダウンロード機能は、PlayStation Plus 加入者限定となる。バイトあるメインメモリーのうち、ゲームが使える容量は、 ゲーム開発者には知らせてあるものの一般には非公開である。OS 側も OS 自身や非ゲームアプリケーション動作用にシステムリザーブ領域がある。いつも使う PS4PS4 ではユーザーの持つダウンロード版ゲームコンテンツの扱いが変更されている。いつも使う PS4 として PSN アカウントに PS4 を登録するとその PS4 の主利用者として PSN アカウントに機器登録される。その場合いくつかの特権がその PS4 に対して認められる。以下にいつも使う PS4 登録した PS4 を持っているユーザーの立場から見たダウンロード版ゲームの扱いを示す。PSB が iPhone や iPad、Android 搭載のスマートフォンやタブレット端末に専用のソフト、PlayStation App をインストールすることで ネットワークを通じて、それらの機器を本機と連携した第二の画面として使用できる。ゲームのプレイ中に、テレビ画面には収まらない情報を手元の機器で表示したり、フレンドがプレイ中の本機の画面を観覧する、外出時にフレンドのアクティビティを見たり、PS ストアで買い物をする等の PS4、外部端末としての利用等といった使用方法が挙げられている。また、 文字入力時にセカンドスクリーン端末のタッチキーボードを使用できる。特に PSB たとの連携は特別なものであり、システムレベルの連携が考慮されている。スマートフォン、タブレット端末の PlayStation アップは2014年2月14日に公開され、Android 4.0以降、iOS 6以降に対応する。最大16台までのスマートフォン。 タブレット端末を PS4 に登録可能になっている。本機では PS3 に続き p s Vita などの画面に本体の映像を転送しかつ本体をコントロールできるリモートプレイ機能を搭載する。ローカルネットワーク上にとどまらず外出先から本機の遠隔操作を行うことも可能とされる。対応端末は p s Vita と p s Vita t v Android スマートフォンやタブレット、iPhone や iPad 等の iOS デバイス、Windows PC や Macintosh。PS3 ではリモートプレイ用に転送する映像を CPU で変換する必要などがあり、個別のゲームソフトごとにリモートプレイに対応するため特別な実装を行うなど困難を伴うものであったが、本機ではこの処理をシステム側で対応するようになり、 操作ボタン配置の相違などを考慮するだけで対応できるようになった。また PS3 では本体のリモートプレイと本体の映像出力を同時に行えなかったが本機では同じ画面を同時に出力するミラーリングやそれぞれに個別の画面を出力することなどが可能となっているとされている。リモートプレイへの切り替えは PS3 の時のようにあらかじめ リモートプレイモードに切り替えるものではなく、何時でも切り替えられるものになっている。カメラ対応など、物理的な理由によるもの、等を除いて、ほとんどの PS4 専用ソフトをリモートプレイで楽しめる。なお、p s t タに存在しない L2、R2、L3、R3 ボタンは、前面や背面タッチパッドで代用するなどのカスタマイズも可能なように、 p s Vita のクライアントを開発している。Android および iOS 端末を使用したリモートプレイには専用のアプリ PS4 リモートプレイが必要となる。操作には画面上に表示される仮想ボタンやスティックを使用する。DualShock 4と Bluetooth 接続して使用することも可能である。ストリーミング映像の解像度は PS4 本体およびクライアント機器によって異なり、 360p, 540p, 720p, 1080p に対応する。フレームレートはすべてのクライアント機器で標準、高から選択できるが、高選択時はゲームプレイの録画機能が一時停止される。安定したストリーミングを行うためには、いずれもネットワーク品質に合わせて設定する必要がある。公式アプリでは Wi-Fi 接続が必須とされ、 モバイルデータ通信時は接続できない仕様となっている。PS4 プロのみ、4K 解像度に対応し SD 出力、DVD ビデオ再生に対応する。スーパーオーディオ CD の読み込みには対応せず、コンパクトディスクについては、読み込みは対応するものの音楽再生機能は持たない。USB ストレージ機器内の MP3 や AAC ファイルの再生機能は、 システムソフトウェア2.0で実装された。バージョン2.50では、フラッグや DSEE にも対応。縦置きにしたときに、本体上部になる箇所には、HDMI、DTS、HD マスターオーディオ7.1、ドルビートルド、ブルーレイディスクの、各、ロゴマークが見て取れる。製品では、DTS、HD マスターオーディオデコーダーが PS4。 発売時点最新の7.1が搭載されることが DTS から発表された。それに伴い本体表記の DTS、HD ロゴも変更されている。PS4 は同デコーダー発の搭載製品となる。オブジェットベースオーディオにも対応する。発表時では AV マルチ端子が搭載予定だったが、後に変更されて映像出力が HDMI に統一されることと、 なった。このため、HDMI 端子を持たない機器では使用できない。PS4 Pro では最低出力画質が 720p のため、HDMI 入力が HD、または 4K 画質に対応していない機器では、使用できない。システムソフトウェアバージョン4.00以降は、明暗部を再現し、色幅を広範囲にするハイダイナミックレンジ出力に、全モデルが対応した。なお、 HDMI についてはゲームを含むどんな映像データであろうと HDCP 規格に対応していない機器を HDMI ケーブルで接続すると PS4 からの映像及び音声を出力できないことがユーザーズガイドで明言されているこの仕様は出力する映像データの著作権保護が目的であるためシェア機能で投稿可能なゲームの映像については HDCP 認証を一時的に無効化する修正を行うことで外部機器での録画ができるようにするファームウェアのアップデートがされた。4K 解像度を表示するには接続する HDMI ケーブルが 18GBps 対応のものである必要があるとともに、表示側のディスプレイが HDCP2.2 に対応している必要がある。 HDR10 についても HDCP1.4 以上に表示側のディスプレイが対応しているとともに接続する HDMI ケーブルが 18GBps 対応のものである必要になることがある。表示側のディスプレイが対応が必要なのは言うまでもないが、高帯域対応の HDMI ケーブルを使用しないと帯域不足になり正常に表示できない。 ディスプレイとゲーム機との間にパススルーの機器を接続する場合においてもその機器が交代域、対応である必要がある。デュアルショック4デュアルショック4と呼ばれる、このコントローラでは、プレイステーション3のデュアルショック3からデザインの変化は、元よりタッチパッドの採用を筆頭に様々な変更が施された。デザインが変更されるのは、今回が初めてとなる。 このコントローラーは本体に一つ同梱されるほか別売りで販売もされる。かマイナス2000系の発売に伴い新型に切り替わり持っているプレイヤーがライトバーの色を確認できる USB による優先接続に対応といった性能の違いが存在する。このコントローラーを踏襲した PS 公式ライセンス取得モデルもある。 プレイステーションカメラプレイステーションカメラと呼ばれる専用のカメラが別売りのオプションとして販売される。バーチャルリアリティに対応したプレイステーションカメラと組み合わせて使用するヘッドマウントディスプレイ。PSVR エイムコントローラーというガン型コントローラーもある。従来のプレイステーションムーブモーションコントローラーとの互換性があり PS4 のオプションのプレイステーションカメラと組み合わせて 使用する。PS4 の標準コントローラーである DualShock 4は、モーションコントローラーの光る玉と同じ役割のライトバーを搭載するため、PlayStation カメラは DualShock 4の位置も認識できるが、ソニーワールドワイドスタジオヨーロッパのマイケルデニー副社長は、PlayStation Move のべての機能と一緒というわけではないとし、その理由として、Move コントローラーは、 多くの動きを検知するために自由に設計できたからと語っている。なお、デュアルショック4とは USB 端子の形状が違うため充電用ケーブルの共用はできない。そのため PlayStation VR 発売時に再発売された新パッケージには D ュアルショック3仕様の充電ケーブルが追加され、後に PS4 専用の PlayStation Move、モーションコントローラーが発売された。 サポートするビデオリスクを以下に列挙する。以下のものはサポートしない。ゲーム中にバックグラウンドで好きな曲を再生することができるカスタムサウンドトラック機能は PS3 ではソフト側で対応しているタイトルのみだったが PS4 では USB ストレージ機器の曲が本体側で対応している。なお、 対応していたソニーエンターテイメントネットワークの有料サービスであるミュージックアンリミテッドは2015年3月で終了し後継サービスのスポティファイによるプレイステーションミュージックへと移行した。本機は新たにシェア機能を搭載している。ゲーム内容は常時録画され、コントローラーに新たに設けられたシェアボタンを押すことによって現在進行中のゲーム動画を インターネット上に配信することや、録画されたゲーム動画や、スクリーンショットを切り出して共有できるようになっている。フレンド間や他のプレイヤーでゲームプレイ中継が行えるようになり、コメントをリアルタイムで受け取ることも可能である。セカンドスクリーン機能によって、フレンド側の感染は p s Vita に限らずスマートフォンタブレットにも対応する。ただし、このシェア機能に対しては、 ゲーム側の設定により、ネタバレにつながる等のシーンを公開禁止にしたり、ゲーム中の音声をオフにしたりといった制限を加えられるようになっている。ブロードキャストは視聴者が観戦するだけではなく、何かしらのアクションを起こして、そのゲームをプレイしている人に介入できる仕組みも用意されている。このシェアプレイはフレンドであることが前提条件である。もともと、 PSN が持っているフレンド登録機能だが本機ではソーシャルネットワーキングサービスとの連携が行われ実名をより積極的に利用する方針となっている SNS から取り込まれたフレンドには実名を表示するといったことが可能となった PSN の ID に対してすでに登録されている実名の他にプロファイル写真も登録可能になったフレンドの間で 実名リクエストを行い、双方で合意が取れればその ID 間では実名とプロファイル写真が公開される。つまりフレンドには匿名フレンドと実名フレンドの2種類が存在することになる。これはシステム上でもゲーム上でも同じ扱いになる。なので実際の友人の場合は実名フレンド化すると ID の識別が早い効果がある。登録最大数が 従来の100人から2000人に拡張される。これまでのプレイステーション2.3では本体が広報互換性を持ち全世代機のパッケージソフトウェアをプレイできるようになっていたが、本機にはエミュレーションやハードウェア自体による直接の互換性は搭載されない。これは全世代機である PS3 が採用していたセルトの互換性を実現することが困難なためであり、このことから 全世代機向けのパッケージソフトウェアをそのまま起動することはできなくなっている。互換とは異なるが、一方で、クラウド型ゲームサービスを提供する外界を買収しており、同社の技術を用いて、まずは PS3 タイトルを PS4 でのストリーミングで遊べるサービスを提供し、その後に長期的な目標として、すべてのプレイステーションコンテンツを提供することが予告された。 また、プレイステーションストアからゲームをダウンロードする前に、ストリーミングで使用するサービスなども、同様に2014年に提供とされた。2014年1月7日に、ラスベガスで開催された CES で、前述の外界によるクラウド型ゲームサービスが、プレイステーションナウという名称で正式発表された。PS3 と PS2 のゲームに対応する。 2014年夏に北米でオープンベータテストが開始され、日本でも2015年9月からベータサービスの提供が開始された。150タイトル以上が配信されている。標準で WW w が閲覧できるブラウザーを搭載している。WebKit をベースにしていて、フラッシュプレイヤーには対応していない。HTML5 に対応しており、 HTML5 のページであれば動画が埋め込まれたページでも表示可能である。中古ソフトの扱い PS4 では中古ソフトも制限なく起動する。PS4 の発表前、次世代プレイステーションでは中古ソフトが制限されるという噂がルフしていた。また、ソニーが取得していた特許によって本機がアクティベーション対応になり、中古ソフトでのプレイヤーや、 ソフトの貸し借りによるプレイが不可になるのではないかとも指摘されていた。これについて2013年2月にすワールドワイドスタジオの吉田周平プレジデントはゲームのディスクを買って他の人が持っている PS4 で動かせるのかと聞かれれば動きますと答えた。しかし DRM による中古ソフト制限の噂はやまず PS4 で中古ソフトの制限を行わないことを求めて 吉田をはじめとするスやゲーム業界関係者のツイッターアカウントに対しメッセージを送る運動がインターネットフォーラムのニオガフで提起され実行に移された。2013年6月の E3 におけるスのプレスカンファレンスでは中古ソフトの制限が PS4 では行われないと改めて発表され会場の聴衆から大歓声が起こった。また、スは 中古ゲームの説明ビデオと称する動画をインターネット上で公開した。吉田によれば中古ソフトの扱いについて以前から PS3 と同じ方針であり中古ソフトに関するポリシーにもあまり迷いはなかったが一体何が起こったのかなぜか大事になってしまったので冗談半分ながら急遽説明ビデオを作成したというソフトメーカーでは新品購入者と 中古購入者に差を設けるために、特定のアイテムが1回だけダウンロードできるようにして、新品購入者がそのアイテムをダウンロードせずに、中古売却しない限り、中古購入者はそのアイテムをダウンロードできないように、している事例が PS4 やそれ以外のハードのゲームソフトでも多く見られる。オンライン認証 PS4 では、ディスク版のゲーム再生中でも、オンライン認証を全く行わないことが、 エレクトロニックエンターテイメントエキスポ2013で発表された。カス -1000 系希望小売価格は39,980円。PS3 初期モデルに搭載されていたタッチセンサー方式の電源スイッチ、ディスクイジェクトスイッチが復活。また、スロットローディング方式も復活している。カス -1000 シリーズ、カマス -1100 シリーズは、 部品在庫の枯渇により2020年12月25日をもってアフターサービスの受付を終了する。スタンダードモデル限定モデル希望小売価格は39,980円。2015年10月1日より34,980円に改定。か -1100 との違いは、か -1100 から8%の 消費電力低減と10%の軽量化を倒し、HDD カバー表面は本体と同様の死亡加工に変更された。カマイナス1000系の電源スイッチ、ディスクイジェクトスイッチはタッチセンサーだったが、この世代より物理的ボタンに変更となった。スタンダードモデル限定モデルカマイナス2000系、希望小売価格は29,980円。小型。 軽量化の低価格モデル。主な変更点は、筐体デザインの変更、USB3.02 から USB3.1 g e n 1に変更、i e e 8 0 2 1 a c 及び、Bluetooth 4.0の対応、光デジタル端子の削除等。また、か -1200K までは、電源ランプが本体上面の中央部分を横断するライン状だったが、この世代より、 電源ボタン部分に内蔵した小型のランプに変更となった。スタンダードモデル限定モデルかマイナス7000系、発売当初の希望小売価格は44,980円。2018年10月より39,980円。PS プラットフォームとしては初めてのハイエンドモデル。モデルチェンジサイクルの新しい提案とされる。基本的な仕様は、 かナス二千系に準ずるが、かナス七千では、ハードスペックが、フル HD から四 k 仕様に、強化されている。これにより、千八十 p 出力時の BD、再生画質は、ソニー製を含めて市場に出回っている、高級 BD プレイヤーをも上回るほどに画質が、向上。PS4 プロエンハンスドと表記された、ゲームソフトをプレイする場合は一部の映像表現が、 通常版 PS4 よりも強化される。か -2000K で廃止となったライン上の電源ランプは横置き時の本体前面の下側スリットが光る形での搭載となっている。一方、画面出力画質は 480i と 480p に非対応となり、新たに 2160p が追加。 最低の画面出力画質が 720p となり、SD 規格のテレビとの HDMI 接続が不可能となった。スタンダードモデル限定モデル PS4 では、インディーズのデベロッパーはパブリッシャーとして扱われ、大手パブリッシャーとも同等の扱いとなる。発売日の自由、プロモーション、オープンドアポリシー、審査の簡略の4つが PS4 におけるインディーズの方針となる。 日本向けにはメディアスケープが推進するプレイ、同人、プロジェクトがある。北米での発売を皮切りにヨーロッパ、南米、オセアニア、アフリカ、中東、そしてアジア圏と続いた。特に香港、韓国、台湾でのアジア先行発売は大きな驚きをもって現地に受け入れられ、台湾メディアの記者には感情気はあまり涙を流す者も,もいたという。 日本においては発売に先駆けて公開されたティーザー CM で日本外線と銘打ち世界中のリリースイベントをダイジェストで流すという演出が取り入れられた。ありがとうございます。